まずはロシアののの侵攻から3年目のウクライナの情勢についてです遠藤さんはロシアによる侵攻後のウクライナを5回取材されたということなんですが、まあ、今年し2月も行かれたということですけれども場所としてはどのあたりを取材されたんでしょうか。 はい、2>, えと2月はです、ねえー、とハリキウ州、それからドネツク州ですね、えー、ドネツク州の地図に地名は出てませんが、リマンという方面、えー、それからあーハリキウ州、えー、この赤くちょっと右上ですね、あの突き出てるあたり、はいえー、このあたりは、ょっとロシアに攻め込まれているところですが、まあ、このあたりですね、から昨年の夏うはです、ねあの、このドネツク州、バフ,モバフムトの近くです とかこの右上真っっ赤になっているルハンスク州,ルハンシク州、えー、これ実はロシアが全域を支配しているとされていますけれども実はあの私は少しルハンシク州の中にも入ることができましてあのそういうところ、まあ、前線という意味ではそういうところ東部地域行きました侵攻からは3年目に突入しましたがウクライナの劣勢ということがまあ伝えられていますけれども現状はどのように分析されていますか。はいあの えっとね、大変なのは大変なんですね、今、ウクライナ、もうあの言われてる通り、大変は大変で、厳しい戦いを強いられています、ただ、あのー、なんかどうも欧米や日本の報道だけを見てますとね、あのすごく局地的に、まあ、小さな都市とか集落をね、取られた。 ああウクライナ大変だ大変だというね、えー、すごくその印象が先走って今にももうウクライナが白旗を上げてしまうんじゃないかあ大変もう,もうおしまいなんじゃないかってすごく、ね、過度の悲観論というのがあります、はい、ただただ、もうちょっとよく見るとですねあの広い戦線あのウクライナは非常によく守っている、えー、ということが言えますんであので今またあのこの反攻作戦あ去年やろうとしたようなものをねあのやることはできないんですけれどもあの過度に悲観するのはよくなくて。あの 今やるべきことをウクライナもやろうとしているし<ー>あの我々も落ち着いてあの情勢をそういうふうに、ね、あ<ー>あの見るべきだと思っています。 よくあの、まあ、ウクライナの反転攻勢というのがです、ねまあ、準備が長すぎて、まあ、うまくいっていないと言われている中でもです、ねまあ、前線というのを見て今言ったようにあ,のある地点を見るとそれこそ数百メーター押した引いたみたいな話ばかり我々も報道しがちなんですが非常にあの前線というのは長いところですよね。全体的なあの前線の方最前線の方に行かれて例えばあの兵士の指揮であるとかです、ねまあ、そういったような考え方というのはうか変わっているのかいや いや、これはもうダメだと思ってるようなどっか意識が少しはあるのか、うんど、どのようにお感じになりましたか。えっとですね、あの全体全般的な意識というのはね、私はあの問題ないと思ってるんですけど、はいはい、ただね疲れがやっぱり出てるんです。はい、で、これはねもう去年の夏ぐらいからもうあの堅調だったんですけどね、あのこの進行が始まった時からですね、志願して、えー、前線に出たような人たち、はいはい、これが非常にあの大きな部分を占めてるんですけどもね、はい、もうあのほとんどまあ休みってのはあ,のあるんですけれどもね。えー やっぱりそのちゃんとした長期の休みっていうのはもらえてないえその状態でずっと2年え前線で勤務しているような人たちはねやっぱり疲れが出てるあのー。 休みが欲しい交代要員を作ってくれというね、ええ、そういうあの話は聞きますこれやっぱりさすがに交代要員というのはですねなんか他の取材なんかでもちょっとインタビュー見てますとねそういう声もあるようですけどなかなかそれには応えられないというのはウクライナ軍側もということなんですかね。えっとねまさに今それこが問題になっていましてね、ええ、あの今年の非常に大きなあウクライナの重要テーマっていうのがあ新規動員ということなんですね。 と審議しているところなんですけれども。 えーまあ、40万人とかそのくらいの人をこれは一定のある程度の時間をかけて一遍、はい、には当然できないんですけれども、はいはい、まず、まあ、そういう人を取って新たに取って、えーえー、そしてそのちゃんとしたローテーションを前線と回していこうと、はい、こここ今、ね、試みてるとこですねあ、まあ、実際も、ね、ローテーションといっても大変なんでしょうけどもね、あのー、広瀬さんは先月ヨーロッパ先ほどもご紹介しましたが、えー、旧ソ連圏諸国出張されたということなんですが現地のです、ね、受け止め方 というか今、このウクライナ情勢、まあ、だん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 あのちょっと後ほども出てきますけど停戦の話であるとかです、ね、いろんな動きが出てるとも言われているんですが現地の受け止め方というのはどんな感じなんですか、うん、なかなかまあ旧ソ連諸国は微妙な感じがありまして。 実際まあ言葉は良くないんですけれども、戦争特需みたいなところがあるんですね。で経済的にものすごく潤っていると。まあしかしあの他方でこうロシアが。まあいろんなこうロシ旧ソ連の弱いところをついてですね。はい、揺さぶりをかけてくるんですね。でそして自分たちもこう揺さぶりをかけられて。まあ第二のウクライナみたいになったら、どうしようと。ですのでこう戦争の中で、こうロシアがどうもあんまりこう強くないと。で今まですごくロシアにこう怯えていたけれども、もっとこう。 いろいろずずしいことを言えるんじゃないか<あ>みたいな感じで、はいはい、割と戦争始まった直後っていうのは、まあかなりその旧ソ連諸国の指導者たちが、あのプーチン大統領にこう大変な態度をあの取るような。 こう傾向ももよくあったんですけれど最近ですとそれはやはやりまずいと、えー、まあロシアは経済と、えー、まあ,あといろんな脅迫の手段というのを使ってです、ねまあ、結構あの影響力がまで維持されているなという感じがありましたし、えーえー、またこ,こ,でこうでヨーロッパというところで申しますとす、ねえー、1>, 1月に行きましたフィンランドとポーランドなんかはロシアとまさにこう国境を接しているわけですけれども、えー、まあ彼らはあのもうまさに今もまあ戦争しているんだと。 ええ、ような意識がありまして、まあ情報戦ですとか、あとサイバー攻撃、まあ、あとこう。はい フィンランドはこうロシアからどんどんこう難民をこう入れられたりですとか、ええ、まああのポーランドはこうベラルーシから難民をこう入れられたりということで、ええ、まあいろんな形で、まあ、あの我々はもう戦争をやってるんだというような意識もありましたね。ええ、フィンランドというのはあれで千何百キロあのこうこ国境を形制するっていうぐらい長いところをですね守らなきゃいけないというかこの立場としては、やっぱりそれでいうと非常にやっぱり結構敏感な部分っていうのはあるんでしょうね。もちろんありますね。で今回は早々にも国境を閉鎖したんですけれども、ええ、また 一方で、そのフィンランド国内にも、かなりこうロシア系住民がいるので。まあ、そういう人たちが、ご自分たちの、ご人権を訴えたり、というようなことでですね。はいえー、はい、そうしますと、国内も、ちょっと不安定化しますよね。えー、で、また、ロシア、ロシアで、こう難民を入れないなんて、あ、まあ、人権侵害だみたいなことを言ってきたり。これまた、情報戦になるということで。えーえー、まあ、二重、三重に痛手になるというような側面もありますね。先月二十二日に発生した。 モスクワ郊外での銃乱射テロ事件をめぐる経緯ですテロでは実行犯がロックコンサート開演直前のホールに押し入り自動小銃を乱射ガソリンをまいて放火し車で逃走しましたロシア非常事態省によりますと144人が死亡確認された負傷者は551人に上るとされます犯行直後に 過激派組織イスラム国 IS が犯行声明を出しましたしかしロシア連邦捜査委員会は実行犯として起訴されたタジキスタン人の4人の被告が調整役の指示でウクライナに逃亡後首都キーウで報酬を受け取ることが約束されていたと主張プーチン大統領もウクライナの関与を強調しましたさらにアメリカ政府は テロ発生以前にロシア側に対してテロ情報を提供していたことを明らかにしていますしかしプーチン大統領はアメリカの警告を挑発的だと非難していました 広瀬さん、あの i. S. が反行声明を出した後も、ロシア当局というのは。ウクライナの関与を、を、まあ、指摘し続けたわけなんですが、この辺りというのはどのようにご覧になっていますか。はい、今、まあ、私はウクライナが関与したという説には非常に懐疑的です。はい、で、しかも、あの、まあ、このロシアはですね、こう。 ウクライナ国境付近で、まあ、この犯人を捕まえたと言っているわけなんですけれども。このベラルーシの方に向かっていたということを、まあ、ベラルーシのルカシェンコ大統領であるとか。まあ、あのベラルーシの、まあ、中露大使などが、まあ、発言をしておりまして。と考える、やはりベラルーシの方向に向かっていたと考える方が、まあ、自然だと思うんですね。うん、まあ、とはいえ、今回のテロというのは、いくつか不審な点もあ,あります。まあ、例えばですけれども、まあ、反プーチン運動なんかをこうやっていた場合、例えば、F。 そういう人たちがもう15分ぐらいで駆けつけて取り締まるというのに、まあ、今回、このテロが起きてから1時間とか1時間半とかかかってあのいろんな人が駆けつけたというわけですけれどもしかも、まああの、じゃあ遠かったのかということを考えると、まあ、この劇場の近くに、まあ、あの警察もありますしまた FSB とかあのオモンという,こう国家親衛隊の特殊部隊ですね。まあ、そういういのももああっったたととでれればもっとすぐ行かれたんじゃ というようよな疑問もありまますしまた先ほどもありましたけれども事前にアメリカが注意喚起をしていたとしかもです、ね、3月に入ってからこの大きなテロの前に2度ほどロシア国内でテロとテロ未遂があったんですねで,であればもっとこうロシア自身も注意喚起してもよかったはずなのにこういうテロが起きてしまったということにも若干不思議な感じを覚えます。 うんこれはあの、遠藤さん、僕は相当っていうかです多数のです、ね、犠牲者を出したテロ事件なんですがあのロシアとてのはやっぱり勝手のことなんかもいろいろ振り返りますとねか人,によって人によってはというか分析の中にはこれ自作自演だってありうるんだろうというようなことをです、ね、分析されてる人もいるんですがこの辺りというのはどうお考えですか はいあのまあ、自作自演説ってねあのやっぱ強いんですけれども、えー、あの今あの現時点でそういう証拠はないのでそれもまたね、えーあのー、あれなんですがあの過去にですね非常にその自作自演説っていうのが疑われてるケースっていうのがありましてねそれが何かというと1999年。 えーとプーチンが首相になりたて、はいえー、だったときにです、ね、1999年の9月に、えー、モスクワなんかであの大規模なアパート爆破というのがあ、はい、あ連続で3件起きて300人以上の方だったと思いますね犠牲になるというのがありましたそのさなかにです、ねえー、この住民があるモスクワの南東200キロリャザンというところで、ねえー、住民が時限爆弾を見つけるという、ね、あの不可解な出来事が これ、あの実はもうその犯人を取り押さえるというところまで近く、その,あの方向に進んだんですけど、ね、その時に情報機関がいや、これは実はあの訓練だったんですという妙なことを言ってです、ね、火消しを図ったというのがあったんですね。でこ,れあのこのテロをチェチェェン人 チェシェン独立派の仕業だということで,です、ね、このアパート爆破、はいえー、それであの第2次チェチェン戦争というのをプーチンはやって、そしてそれをあの、まあ、追い風にしてです、ねあの、次の年の大統領選に通るということがありました。はい、だから、アパート爆破というのがプーチンを大統領に押し上げるです、ね、一つのステップになった。はい、でこの 事件の謎をですね、えー、暴こうとした人たちがもうノキネミ殺されてるんですね。ということがあります。ですので、えー、自作人説というのはあの過去のこういったことも。 あってですねそれででやっぱり根強いといととうこと言えます、うん、ですよね今その遠藤さんの、ね、説明にあったようにですね、はい、そういうことがありますからなんとなくやっぱりそういったような自作自演なんてのも出てきて、はいまあ、もちろん審議の方はまだはっきりしないんですけどもただあのこれ結果的に、えー、広瀬さんですねこの、まあ、実行犯としてタジキスタン人という方が逮捕されていて。 でまあヒロさんタジキスタンにも出張されたということなんで、はい、この IS との関係ってですねまああのこの辺はなかなかわかりにくいところがあるんですが、まあの我々一般のね視聴者の皆さんにとってもそうなんでしょうこの辺りってどうなんですよ現実ははいこうまずこの IS といっても今回テロをやったのはこう IS ホラサン州というテロリストなんですね、はい、でホラサン州というのが歴史的な地名なんですけれども、はい、あのパマ、まあ、フガニスタンを中心にまあそれに加えてこのイランの北 東部ですとか、えー、あとパキスタンが入っているエリアになります。はいはい、で、まあ今のその IS ホラサン州の活動というのも、やはりこうアフガニスタンが中心になっているんですけれども、えー、まあそもそもタジキスタンというのは、まああのアフガニスタンと国境を接していますし、また実はあの多属系っていうのはアフガニスタンにも多いんですね。えー、で、またタジク語とアフガニスタンのまあダリ語っていうのはこう非常にあの両方ともペルシャ語系で似ていると、で、その非常にまあ親和性はあるんですね。えー、で、まあそれを一方 一方であの今こう、タジキスタンというのは旧ソ、まあ、ルの中でも最もあの貧しい国ということになっていまして、はい、あのかなりの人数がやはりこのロシアにこう出稼ぎに行っているんですね、まあ、100万人から200万人というふうに言われておりますけれどもあの、まあ、出稼ぎをしなければあの国が持たないと。でロシアからの,あの出稼ぎ 者からの送金があの、まあ、タジキスタンの GDP の,、まあ、あの34%から50%を支えているというレベルなので、まあ、非常にこう出稼ぎ労働というのが重要なんですけれども特にこのタジキスタンの貧しい人というのは、まあ、ロシアに出稼ぎに行くか、まあ、それか IS に入るかのもう二択を迫られるケースも多いということを言われているんですけれども、まあ、特にこのウクライナ戦争が始まってからは、まあ、ロシアに行ってしまうとです、ねまあ、そこからこう兵隊にこう取られて でウクライナに怒られてしまうということもあるからあるためにまあ、極力まあ,あのロシアを避けようというふうにするとこう IS に行ってしまったりですとかまたですね一度ロシアに行ってからまあ、ロシアでいろんな不当な扱いを受ける中でまあ、ロシアで IS に入ってしまうということもあるようなんですねで結果はまたジェクシスタン非常にこう IS メンバーを多く排出することになってまして実は今年起きているかなりせ 多くのあのテロがですね、まあタジク人が犯人ということになってます。例えば今年起きた大きなテロ、まあイランで起きたテロも、まあトルコで起きたテロも、ともにタジク人が犯人なんですね。それ例えばあのトルコなんかはまああのタジキスタン人の入国規制をやっているぐらいで、非常にまあタジキスタンというのはまあテロ排出国家みたいなこうちょっと汚名がこう立ってしまっているようなところもあります。まあそういう面でいうとね、このこう 移民というか労働のねで移民とかいろいろ言われてる中で言って IS に入るかどっちかに行くかと出稼ぎに行くかというようなことなんですがこういったようなことが出てくると今後やっぱりそ,のそういったじゃあ えー、ロシアに出稼ぎに行こうということも含めての動きであるとかそれを避けるとか海外に出ちゃうとかこう影響うううのはどうなんでしょうね今回の事件の影響は,実はもとても多くてですね、えー、やはりすでにこのロシアで働いているタジク人のみならず他のウズベク人なども含めて、えー、やはりこの移民が、まあ、こういうテロをやるんだというような意識がこうロシア人の中に広まってしまっているので、えー、まあ相当こう弾圧を受けるということで、えー、どんどん今、ロシアから流,流出している状況です。 しかしロシアの経済を考えてみますとロシア経済の8%から9%ぐらいがあの、まあ、特に中央アジアなどからの移民で成り立っているんですね。しかも今、まあ、戦時経済ということで、まあ、24時間365日、まあ、軍事工場を動かしているわけですけれどもそこでも相当、労働移民が働いていると言われていますので、まあ、今の状況というのはこうロシアにとってもかなり厳しい展開になりうると思います。 そういううい面で言うとこれのちょっと遠藤さんに伺いたいんですがねこれはタジキスタンというのはいわゆるロシアにとってはですねこのテロのまあこういった潜在的な危険性としては相当あれですかこのタジキスタンのタジク人というかやっぱりある程度警戒対象なんですかねやっぱり。 あの今回の事件が、ね、映し出しているのはプーチンのもう確実なこの戦略的な失敗なんですね、えー、本当にあのロシアを守るというか、ね、ロシア人を守るということを考えたら、えー、この南の方から来るテロの脅威イスラム過激主義の脅威というものに、ねえー、あの対処しなきゃいけないわけです、えー、ウクライナを相手にしたりです、ね、あるいは国内の LGBT を、えー、取り締まるとかそんなことをやっている場合じゃないわけですね。ね本当はだからもうプーチンというのがもう完全にに戦略的にです、ね方向性 を間違って,ってこれば間違ってるとその結果ですよねうん、うん、これあの広さんあの私もあのアフガン国境の難民キャンプ行った時にね、うん、難民に生活している元軍人っていうのアフガンの言ったら多軸人でだから 言ったりインタビューしたら多軸人とかそれこそあのなんかいろんな民族名出てましたけどやっぱりそういう面ではいろんなところにこう関係しているっていうことをなかなか我々じゃわからない部分というのがありますよね。そうなんですよねいろんなところで関係しておりますし、えー、あの辺全般的に社会状況が非常に悪くて、えー、生活苦からこうテロリストにならざるを得ないみたいな人が非常に多いということも、えーえー、やはり考えるべき問題だと思います。この部分ってなかなか日本にいてはこれわからない部分 ですけどこれからもじゃあ潜在的脅威というかこのテロ、これはだからリサキ人へかどうか、これはまたその証拠の問題はまた別ですけども、やっぱりこれはロシアにとっても抱えているものは大きいということになりますかね。大きいいと思いますねで特に最近というのはこうイスラム過激主義というのが非常にこう慎重しているような状況がありますので、ええええ、まテロが起こりやすい素地というのがあるわけなんですよね。うん、ここからは ウクライナ戦争とプーチン大統領の野望と支配がどこまで続くのかを考えますこちらウクライナ国民に戦争の最も現実的な帰結をどう思うと尋ねた調査です今年2月の結果がこちらなんですが上から一部領土を喪失しても国家と独立を維持が19% 2022年2月24日時点の実効支配線を回復が9%、ドンバス地方を含めた領土の一体性回復が4%、ドンバス地方とクリミア半島を含めた全領土の完全回復が52%、ロシアに戦闘が移行することが14%、回答困難が3%という結果になりました。 遠藤さいまあ、未だにこの全領土の完全回復を望む意見というのが52%で多いわけなんですがこうした結果から分かることというのはどういうことになってくるんでしょうか。 今のあれでいきますと一番上の項目ですよねあの一部領土を喪失しても国家と独立を維持というところが今19%ここが、ね、やっぱりあの増えてきているんですよねでただやっぱりそれがまあ、まあ、それでも2割程度そしてあのここで一つ大事なのはその領土を喪失したとしても国家と独立を維持という、ね、あのここが一つポイントだと思うんです。あのー、定選と言言葉ででうののは簡単なんですが自自分たちの自由民主主義独立 を維持しななきゃいけないいいけんですすよという条件がついてますそしてそのほか、えーねまあ、ドンバスクリミアまで含めてという人が50%を超えてますしロシアに戦闘が移行するという人も14%あの私の体感でいきますとやっぱりあのもう断固として戦闘を、はい、続けるべ,きべし戦闘というのはこれウクライナからすればあくまで公戦ですよねあのここを取り違えちゃいけないと思うんですけれども公戦を続けるべきだとも強く思っている人って7割はあの私の体感でも 確実にいますしあのちょっとやっぱり2年経ってですねそして昨年の反攻作戦が失敗してちょっとやっぱり揺れてる人は確かにいるんです、はい、あるいはその先行きがなかなか見えないということに対するその苛立ち無力感、えー、そういったものを感じている人というのはいるんですけれどもねただあのその人たちもこの抗戦自体をもう全面的にあの否定するというものでもないしねあの今ちょっとこう揺れてる複雑な部分が出て しかしやっぱりその7割ぐらいの人は抗戦を続けるべきだと考えている私の体感ではですねあるいはこの世論調査とも合わせてですけども大体そんな感じかなと見てます。これあの、えー、遠藤さんに伺いますけどねとにかく最近なんかいやこれだけ長期化してきてこれ以上あの犠牲者は国民が、ね、どんどん犠牲になるのっていう中でおいてはやっぱり停戦みたいなものというのも考えている ももうういいいいんじゃないかっていう声も出始めてますよ、ね、で、まあ、しかしこれ考えたらもともと一方的に人のですねその領土に入ってきたというのはこれロシアなわけですからそれにこう一生懸命こうしているのがこれウクライナっていうのは当たり前ですよね。でゼレンスキー大統領もそのなんか領土をそのなんか取られたままによってクリミアもまあどうなるかっていうのはありますけどもそれは全く述べないと言ってる中でこれはもし。 もしとらトランプ前大統領がこれ再登場してきたらですね一日で終わらせると言ってる一日で終わらせるっていうのはじゃあプーチン大統領と話してお前もここまでやったからここでどうだってねっていうようなことをもしやられたらですねだから戦後のまあその建て前じゃないかって言われるかもしれないけど戦後の秩序というのをですねでいうものが全部これ瓦解してしまうんじゃないかっていう人もいるわけですよね。それから仮に停戦があっったたとしたって ロシアがそんなもので途中でずっと守ってもいけるのかというようなことがあるんですがこれ遠藤さんはもう長年ウォッチしてきたそのロシアをですねお立場から言ってこれどう,どう見たらいいというふうにお考えですねあのちょっといくつかの角度からねこれ言えると思うんですねでとりあえずじゃあのまずウクライナからするとっていうことでいきますとねあのー 停戦と我々が言葉で言うのは多分すごく簡単なことなんですが実際はそれよりももっとはるかに難しいことなんだと思うんですね。1つはまずウクライナからするとその自分たちの安全の保障ということ停戦、はいえー、して止めたとして絶対にこのあとロシアがやっ 再びやらないウクライナ人が恐れてるの,このプーチンというのは絶対その戦力をもう一回再建してです、ねえー、彼の目標はウクライナの破壊なんで、はい、まだやり直してくると、はいえー、そうするともう今よりもひどいことを、ねはい、やってくるに違いないというのがもうこれはね、あのー、100%ですねは,い、はい、はっきり言ってウクライナ人に聞くとも100%みんなそこを恐れてます。だからそこここののとととろをををどういうういいい枠組みを作ってプーチンの再進行を絶対ないということに を保障ししててあげられるのかそ例えば、ね、よく言われるのが朝鮮戦争なんですけれども、はい、これはあのなんで休戦できたかというとやっぱり軍事力の均衡で、はい、韓国の側に、はいえー、在韓米軍があって、はいえー、韓国はアメリカの核の傘で守られているわけですねだから止まっているわけですよだからウクライナでじゃあどうするのかということですね。でそれかから、あのー、この仮にです、ね、どこの土地を ロシアに認めるあるいはそのかなりロシアの傀儡みたいなものをです、ね、ウクライナに作らせてしまうとこれ私は、ね、すごく怖いのは虐殺なんです、はい、これ今すでに占領地でどれだけ悲惨なことが起きてるかって我々はもう、ね、あの情報を持ってる知ってるわけですよね、はいはい、これもっと大きな規模ですさまじい虐殺が起きる可能性がある、はい、それは絶対ないですよ絶対それだけは、ね、国際社会を起こさないようにできるんだということをそれはきちんとしないとこれもまたね ウクライナとしては停戦どころじゃないこれだったら戦争を続けている方が良かったということになりかねないわけですねですのでこういったところあの考えてあげないといけないという、ね、あのことそれから土地の活領土の活用これは当然、あのこれダメですこれはあの仮に停戦休戦ということになっても主権というものは絶対に譲ってはいけない、はいえー、そこで凍結するという、ね、ある種それは1つ議論していいのかもしれないです。 これあヒロシさんこうまあ、人によってはですねやっぱりこれ以上ね国民の犠牲というのはどんどん増えるわけだから、まあ、それを止めるためにもですね停戦というか休戦なのか、まあ、表現難しいんですけどもやっぱりそういったことを国際社会は目指すべきだろうという人もいるんですがこの辺りは、普通に。 これヨーロッパもですねそれから周辺各国も回ってこられて、まあ、ヨーロッパが考えてるものとか含めてこれ少しあの支援疲れっていうのも言ってきますよねこれ以上やってもやっぱりロシア何たってやっぱり大国でやってるその砲弾の数にしてもまた整備できてると後方からも支援できるとかっていうような話になってきて、まあ、最近北朝鮮の話なんかも出てきてますこの辺りでいうとやっぱりどっかでなんか落としどころを考えなきゃいけないっていう声も出始めてるというふうに考えたらいいんですか 間違いなくそういう声はありますし、まあ、この戦争長く続けば続くほど、えー、あのウクライナ国民がどんどんなくなっていくという現実に鑑みればやはりこの停戦をこうあの急ぐという声が出るのはまあ仕方のないことなわけですよね。し、えーえー、しかした方で、まあ 例えば、現時点で停戦をするということになればウクライナの領土喪失というのはもう間違いない事実になってしまいますのでそこはもうヨーロッパ諸国としても何としても避けたいと、はい、やはり特にヨーロッパ諸国としましては、まあ、ロシアと近いわけですから、はい、まあ次は我が身という意識があるんですねですのでやはり力による現状変更を許してはいけないという意識は、まあ、かなりこうヨーロッパの間でも強く持たれています。 まあその一方で、まあ、のこう支援疲れみたいなものが直接的にこう影響が大きいのもやっぱヨーロッパなんですよね。特にヨーロッパの一般の人たちというのは例えばこの戦争始まったことで、まあ、電気代がまあ10倍になった国とかもあるぐらいで、はい、まあそういう実際に生活に影響があると支援のう支援の まあに対してのこうちょっとネガティブな感情みたいなものが出てくる部分もあるわけなんですけれども、また一方でこう大きくあの見ますと、まあ2月にこうヨーロッパはそのウクライナ支援のこうパッケージをですね、まあ成立させてるんですね。で EU ですからまあ全会一致でなければいけないわけですけれども、その時はこうついに反対していたハンガリーもまあ一応同調したということで、まあそれかなりこう大きなあのウクライナにとってはあのまあサポートになってくることは間違い。 なくてですね、仮にここでアメリカがもう支援をしないということになったとしてもあのこう防戦でずっと行くということであれば、まあ、ウクライナはあのヨーロッパの支援だけで、まあ、とりあえず当面はやっていけるというような自信もできているというようなところもありまして、うんはいこういろんな側面があると思いますすそうですねだから本当に読みにくいということなんですがあの遠藤さんこう プーチン大統領のですね冒頭でも嘘も100回言えばって言いましたけどもそれはというかそのレベルじゃなくて思い込みでとにかくあれはもう全部さっきあのお話にも出ましたけどウクライナはもう完全に壊さなきゃいけないとかですね崩壊させなきゃいけないとでベラルーシとか,なんか新しいなんか連邦みたいなものを築こうとかですねかつてのだからそのソ連の時代にというのはもうこの意思というのは変わってないという風に見たらいいですか そうですねあのそういうことだと思いますね、あのプーチンというのは、ねあの、これあの、ある意味歴史認識が起こした戦争だというふうに私は見てましてね、はい、あのプーチンというのは、あの頭の中で、この偉大なロシアっていうものがあるわけですね、彼の頭の中で,で、それがですね、ロシア革命と、それからソ連崩壊、はい、この2つの、まあ、言ってみれば革命で、毀損されてしまったんだと、それを自分は立て直すんだということですね、はい、だからロシア帝国とソ連のいいとこ取りみたいなもの。 まあ、彼の頭の中ではそれを一本で貫く、えー、プロパガンダ士観があるわけですけれどもね、えーまあ、それに基づいて行動していてでそれでいくとウクライナというのは存在しちゃいけないんだということでやっているわけですね。えーうん、でこれねだからウクライナで多分あのウククラライイナナでで多分 ウクライナが負けるとです、ね、止まらない恐れがあるわけですね、非常にかなりの確率で。廣、はい、瀬先生がおっしゃったように、ね、欧州が恐れているのは何かというと結局、ウクライナの次にあのプーチンというのは NATO とかです、ね、この欧米にも非常に恨みを持っていますのでじゃあ次は NATO の加盟国をつっついてやろうかと、はい、この要するにこのウクライナに勢いつけちゃってです、ね、でウクライナでも今度あの兵員も。 徴兵できるようになっちゃいますから、はい、ウクライナ取るなんてことになったら、はい、そうすると今度じゃあバルトをちょっと手打してみようかとバルトなんてやったらもうじゃあ NATO、はい、をどうするのかとこれ非常に大変ね難しいことになるわけですよね、はい、だから今欧州は恐れてるのはそこだし、あのー、今だから旧ソ連諸国もね戦々恐々としてるしあの本当にどこでプーチンが止まるのかでそう考えていくとやっぱりウクライナでね、あのー、変な妥協をせずにしっかり止める。 か結構ね、ね、はい、この今の状況が続くと周辺国にどんな影響を与えるかというのもだんだんこう不安材料になってきている、ね、その中の一つに広瀬さんが注目されているのがモルドバという国なんですが、はいはい、こちらですねあの地理的状況も含めてちょっと広瀬先生に。 ご説明いただこうかなと思いいまますすがお願いします、はい、このモルドバの中でこのエンドニストル共和国というふうな部分があるんですけれども、まあ、こちらは未承認国家で、まあ、ロシアの影響力が極めて強いところなんですね、まあ、モルドバの主権が全く及んでいないところになりますであとまあモルドバの中には、まあ、この地図ではないんですけれどもガガウズ自治区というガガウズ人という,こうトルコ系の,あの民族がいまして彼らも自治をあの確保しているような状況なんですね。で今このエンドニストル このガガウズ自治区がちょっとこう揺さぶりをまあモルドバにかけているような状況でまずこの2月にですねこのエンドネストルがあのまあ会議をまあ開いてでまああの自分たちがこうモルドバに弾圧されているのでまあ助けをまあこうということをやったロシアに助けをこうということをやりましてでまあロシアそれを受けあ,あの受け でかつですね3月にはこのガガウズ自治区の首長がですねあのロシアを訪問してまあこともあろうにこうプーチン大統領と面会して同じ請願をするんですね自分たちはこうモルドバに弾圧をされているので助けてほしいとでまたそれもですねプーチン大統領はこうちゃんと受け入れていると。ってなりますとあの、まあ、論理的に言えばこのエンドニストルそしてガガウズ自治区の、まあ、両地区がプーチン大統領に助けをこう求めてきたので我々はこう 助けなけけけなななればいいいいとととううことでで進軍するる可能性というのもあわんまあそうするにはやらないとは思いますけれども、えー、まあそういういやるかもしれないという恐怖を焚きつけるだけでも非常に意味があるということになりますしで仮にです、ね、あのエンドネストルにこう踏み込んだとすれば、まあ、このエンドネストルというのはこのウクライナのオデーサに非常に近いところで戦争始まる前というのはここ経済がほとんど一体化していたぐらい近いところなんですね。えーえー とと、なりますとその後、オデーサにもこう進軍していくということになればですね黒海沿岸の,あのまあウクライナ領土が全部こうロシア色に染まるということもありえるということでいろんな意味で,ですねこモルドバにとっては脅威が高まっている状況です。うん これあの遠藤さん今はねお話伺ってても非常にこれ状況によってはあちこちにだん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 波及してくるとだからやっぱりそれで基本的なウクライナの部分というのはやっぱり支援をしてとにかくこれはあのこうか 今攻めてる方というか言われてそれ反転攻勢はなかなかうまくいかないといってもそれを強くしてやっぱり抗戦体制っというのを強くしないとこういったようなことが波及して出てくるというのはこれからも,もう考えられるわけですよね。そううですねあのもうとにかく、ね、今年はあの防御の年積極防衛という、ねえー、あの言い方をしますけれどもとにかくできるだけ守る、えー、でちょっとは撤退するところ出てきちゃうんですけども,、えー、もうロシア軍の側に、えー、できるだけ大きな損失を出す。 ええ、あの攻撃の方が防御の3倍大変だっていうねあの、はい、まさに古典的な理屈で私冒頭にねあの過度に批判する必要はありませんと言ったのは、はい、その防御というのはねなんとかかんとかやってきてるしできるということなんです今年はとにかく支援してです、ね、防御のところまでやる、ええ、でその後のことはねこれ議論いろいろあるでしょうし、ええ、あの考えましょうというね僕はそういうスタンスが一番いいんじゃないかなと思ってます。ああの,砲弾の数が、ね、非常に足りなくなくってきてるってきいるるとう中でもチェコでもあるとか含めて 結構100万発とかで最近いろんな情報の中ではある程度、いわゆるロシアに対抗できるぐらいのことがそのまあ体制としても取れるんじゃないかという声もあるんですが大変ですよね、ただあのここにきてあのチェコ、それからヨーロッパあの本気になってきてるんですね、はい、それからあのトランプ対策で NATO も本気になってきてる、はい、だからあのみんながね力を合わせればこれはねロシアに十分対抗できる、はい、あのロシアより強いわけですからねあのここを忘れちゃいけないと思います。 広さんやっぱりご支援体制というのはね、その欧米というのがあるんだというのはウクライナも感じるようなものをやっぱり作きんなきゃいけないですよね。まさにそうですね。やはり支援があってこそまあこの戦争成り立っているというところですので、まあ,あのもう支援はもう必ず続けていかなければいけないと思います。広、ね、さん、遠藤さん本当に今日はどうもありがとうございました。